ロゼルの犠牲で僕たちは救われた。そしてモルデン先生の治療によりエンジェルたちも皆無事に意識を取り戻した。僕たちは元来た道を逆にたどり無限回廊を脱出、ノイエへと帰ることができた。戻った僕たちを待っていたのはセルダール軍、マジーク軍、それに停戦調停を進めていたアライアンス軍による出迎えだった。ルクシオールは戦いで受けた傷を治すため当面の間セントラルグローブに停泊することになった。それから半月、無限回廊への入り口はその後自然に塞がってしまい、新たな調査隊を派遣することはできなくなった。そして今全宇宙は英雄ロゼルを称える声で溢れている。二階級特進ロゼル・マティウス大尉。僕たちの心は晴れなかったけど、でもその心の傷を癒す出来事も少しだけあったんだ。お待たせいたしました。ホットココアとロシアンティーです。どうも。サンキュー。ごゆっくり。夏っ。バカね。ほらお水。アヤト。まったく。あ、テキーラ。何？甘っ。さっき上の空でジャム全部入れてたよ。マジ？うーわー、飲めたもんじゃないわ。オーダーし直す？はあ、別にいいわ。何か飲みたかったわけでもないし。そう。私たち、うん？引きずってるわね。そうだね。まだ無理かしらね。時に任せるしかないよ。そう簡単に心の整理はつかないさ。心の整理か。あの子もだけど、私の方は特に難しいかも。テキーラの方は特に？え、どういう意味だろう。マティウスはね、私をテキーラっていう人格を初めて好きになってくれた男なのよ。え、あの、僕は？あんたは、私とあの子を初めて好きになった男。ああ、なるほど。修行時代のことだけどさ、あの子に言い寄ってきた男は、まあ、結構いたわ。え？でも、勉強一筋だったから、まるで相手にしてなかったけどね。はあ、あんた分かりやすすぎるわよ。え？で、私の場合なんだけど、とりあえずナンパはされまくったわね。うん、私はあの子と違って無限に断ったりしなかったし。あんた面白いわね。うるさいな。ごめん。でも安心なさい。私の正体がバレるとみんな途端にダメになったから。ダメ？まあ、私たち二人を好きになったあんたにはわかんないか。つまりさ、私が二重人格ってわかると嫌になっちゃうってことよ。え？なんで？さあ、やっぱ面倒だからじゃない？性格も正反対だし。私と付き合うにはさ、カルーアの時はアルコールを用意しなきゃならないし、私の時は戻らないように機嫌を取らなきゃならない。真実を知ってもなお私にアプローチしてきたのはマティウスが初めてだったのよ。なるほど。だからかしらね。正直かなり印象に残ったわ。
ね、あのちょっと強引なところも良かったのよね。え、今にして思えば少しグラッと来てたかも。え、なんてね、冗談よ冗談。ひどいや。だってあんた面白すぎるんだもん。顔見てるだけで飽きないわ。あ、そんなに顔に出てる？出まくり。そっか、ポーカーフェイスも少しは身につけなきゃな。何言ってんの？そもそもこの程度で動揺することが問題なの。まだまだね。精進します。あ、何よ。なんかこの感じ、テキーラにからかわれながら笑って話してるのって久しぶりな気がする。あ、そういえば少しは心の整理がついてきたのかな。かもね。久しぶりに少しテンション上がったかも。これっていいことだよね。でしょ。マティウスが残したのは悲しみだけじゃないってこと。うん。さて、それじゃあこの調子であの子もよろしくね。はい。あの子だってかなり答えてんのよ。しっかりフォローしてよね。あ、ちょっと。あれよ、カズヤさん。いきなりだな。まあ、ティーラウンジ、お茶してたんですのね。や、カルーア。どうも。あの人とおしゃべりでも？うん。ロゼルのことを少しね。まあ、それはよかったです。え、どういうこと？心が穏やかで温かいんですの。あの人の心が今回のことを受け入れ始めたからだと思いますわ。うん、そんな感じだったよ。じーんと伝わってきます。私も頑張らなくちゃ。テキーラに言われたよ。はい。あの子も励ましてやってって。まあ、テキーラって本当に軽は思いだよね。ええ、いつも感謝してます。二人ってすごいよ。だってテキーラの方が魔法を遠慮なく使うし、記憶もカルーアの分を継承してる。普通に考えたら絶対にテキーラが主導権を握るはずだよね。そうなるのかしら。でも彼女はそれをするどころかカルーアのフォローに徹してる。そしてカルーアもそれに対してとっても感謝してる。すごい信頼関係だと思うな。まあ、ありがとうございます。二人が恋人同士だったら、パーフェクトカップルだね。あら、それなら間に合ってますわ。私たちには、カズヤさんがいますもの。あ。やだな。そんな、急に、臆面もなく、びっくりしちゃったよ、もう。カズヤさんって、すぐ顔に出るので見ていて飽きません。アウチ。相手が変わってもリアクションは変わんないね。あ、マイヤーズ長官。あら、相手が変わってもっていつから見てたんだよ。いらしてたんですのね。ああ、せっかくルクシオールがセントラルグローブに停泊してるんだ。ここで美味しいお茶を飲みに来なきゃ嘘だろ。長官のお仕事は平気なんですの？俺はレスターに本当に感謝している。そうですか。いやいや、まあそれはそれとして、本当はちゃんと用事があるんだ。二つね。一つは今回の件で君たちにお礼を言おうと思ってね。お礼？ああ。よくぞ戻ってくれた。ありがとう。いやいや、お礼を言われるようなことではありませんわ。いや、抗うことのできない要求だったとはいえ、
君たちだけを無限回廊に飛び込ませるのは正直忍びなかった。本当によかったよ、戻ってきてくれて。ジョーカー、タクトさん。でもん、だけど実は僕これで終わったとは思えなくて。ああそうだな、俺もそう思う。報告書を読む限りでは敵にはまだまだ謎が多い。オーブの計画というパルフェの言葉、そのパルフェが所属してたと思われるウィルという組織、今後第二第三のパルフェが現れる可能性は決して否定できない。でもまあそんなことを今気にしててもしょうがないさね。あ、ええ。無限回廊のことはノアが解析を進めてくれている。ノアさんは？なあ、随分と熱心に取り組んでるよ。また攻めてきても今回のようにはいかない。いや、させないさ。だろ？はい、もちろんです。よし、いい返事だ。いい返事ついでにいいニュースを教えよう。いいニュースですな。うん、これを知らせに来たっていうのが二つ目の用事でね。まあ、なんなんでしょう。ふんふんふん、驚くがいい。じゃじゃーん、 UPW 長官タクトマイヤーズはついに二人目のゲートキーパーを見つけたことをここに発表しまーす。まあ、苦節3年やっと見つけたんだよ。長かったな。やりましたね長官。いやまあ厳密には千歳が見つけたんだけどね。ありゃとにかくさ、これでゲートキーパーは2人交代制にシフトできるようになったわけ。ミルフィーさんもかなり自由になりますね。そういうこと。さっきリコにも知らせてきたんだけど、そりゃもうね、泣いちゃったんじゃないですか。あ、滝のようだったよ。目に浮かびますね。でも本当に二人目が見つかってよかったですね。ああ、今回のデータを元にすることで適合者の捜索はかなり効率アップするはずだ。これからはもっと早いペースで見つけられるかもしれないよ。カズヤさん、これはみんなでパーティーだね。みんなでリコを祝ってあげよう。はい、すぐにでも準備を始めましょう。なら俺は会場を手配しようかな。え、長官もいらっしゃるんですか。なんだよ冷たいな。俺が行っちゃいけないの。俺はレスターに本当に本当に感謝している。クールダラス捜査官、出陣を差し出します。ん、クールダラスよ、マイヤーズ長官。まあ、とっても低い声。なんか嫌な予感がするな。タクトだけど今どこにいるんだ。どこって。ああそうそう、自分の部屋だけど。おお、そいつは奇遇だな。俺も今お前の部屋の前なんだが。が、同じ手が通用するか。正直に吐け。レベルアップしてる。ルクシオールです。はい。やっぱりか。いいか、すぐに戻ってこい。千歳のを含む諸々の報告書、どうせまだ目を通していないんだろう。あ、いやー明日じゃダメかな。こっちも今重要な件が。何が重要だ。大方パーティーにでも参加しようって魂胆だろ。うわ、なんでそんなに鋭いのって当たりか。なんだか漫才みたいですわね。とにかくさっさと戻ってこい。たまには長官らしくしろ。でもパーティーが。子供か己は。だってさ、だってもあさってもない。いや、よし分かった、それならそれでいい。あれ、どうしたの、急に物分かりが良くなっちゃって。いや、俺もそのパーティーに参加するとしよう。え、お前が目を通していない山盛りの書類をだな。
ケーキにして会場に持って行ってやろう。そんな無粋な。嫌だったらさっさと戻ってこい。わかった、わかった、わかりましたよ。まったく。それじゃあ、絶対に逃げ出してくるから、俺の席よろしく。いってらっしゃい。お待ちしてますわ。あとでね。さあ、カルーア、それじゃあ準備だ。はい。まずは、みんなに知らせなきゃね。では、それは私が。カズヤさんも、おいしいケーキを焼いてください。任せといて。久々に腕によりをかけちゃうから。